お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロワイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら1コス5枚シリーズメガラムバージョンやっていきたいと思います。今日はね超高回転のメガラムということで、まあ、メガナイト出してね1コス4枚出せばまたメガナイト出せますよ。で陸にはね対応できると、で空にはまあマジアちょっとねラム出して1コス4枚出したらもう1回ラム出せますから、もう相手のバルーンとかホグはね一生ダメージ入りませんよっていう、なんか見た目強そうじゃないってデッキですね。そしてこの残り1枚ですね、1コス5枚でメガラム入れたらフリー枠1枚しかなくて、なんかユーノ入れたい、ランバー入れたいとか、あとはハンターも入れたい、エレキも入れたいとか、いろいろ入れたいカードあったんですけど、マジックアーチャーにしました。というのも、ハンターはね、結構良かったんですけど、最後の削りっていう部分でそんな優秀じゃなかったりして、マジアーチャー欲しくなりましたね。なのでね、今日は高回転メガラムマジアーチャーというわけで、まあ、どれをね、高回転で出しまくっても強い、まあ、状況に応じてね、やってくれたらなと思います。というわけで、いくぜい！さあよろしく。そしてね、言っとくと決して強いデッキではね多分ないですので、まあ、そんな使うのはねおすすめしたりはしませんが、ぜひ使ってみてねよろしく。さあ相手が待ってくるね。メガナイトできるだけ高回転でイメージしていきたいですね。おい枯渇で、おいなんもないやないか、痛いやないか、なんもねんか、もともとなんもねんだこのデッキには。ウッドなんて期待して俺がバカだった。さあ、なんもない、もともと。もともとなんもないですからね。で、ラム。いや、マジアちゃんもうちょっと我慢するか。いや、居抜きてやれ。さあ、居抜きます。ダメージ、あんま入らないんだよね、ちょっと。一発？いや、これ一発のために、このマジアちゃんはさすがに贅沢すぎたっすね。では、ゴブリンバレルって、ファイスピ単体だと完封できないんですけど、ユニットファイスピだと、なんと完封できます。これですね。ちょっと遅かったですけど、ピョンってできるんで、なんかね、ファイスピーがタワーに近くなればいいんですよ。タワーのなんか中の方に行けばいいので、ユニットファイスピーの順番で、トゥントゥンって出すと、めり込んでね、なんかいい感じになります。さあ、あいつ積極的に攻めてくる。射抜きたいが、射抜けないかな。いや、これ、金ギド狙ってきてんのか？おい、おい、金ギド狙ってないのかい？なんやねん。さあ、メガナイトが。メガナイト強えやな、マジで思うわ。メガナイト強い。これラムからのマジアチャーとかおしゃれにしたいっすね、ぶっちゃけ。ラムからのマジアチャーね。あー、で、いや、これは LSP だけでいこうか。LSP だけでいって。いや、マジアチャーなんか、言いにくいな、なんか。絶妙に。さ、ラムライダーナイス。いいね。相手施設ありますけど、メガナイトに使わせて、メガネで使ったらラムが刺さる。まあ、逆もありますが。さあ。いやー、これはどうしようかな。ケツメガで、メガナイト2周ぐらい回しちゃおうかなっていう感じですね。さあ、これで押し込んで、完封と。いや、この、なんか、1コス5枚シリーズで、このファイスピのこの技ができるのは、マジででかいですね。ゴブリンバレル完封、マジででかくて。さあ、メガナイト、行ってこい。お前らならいけるだろ。さあ、ゴリラタックル、ヒースピで回復、からのラムライダー。で、あれはもう無視でもいいんじゃないか。変に守ろうとしても守れないね、未来が見えましたので。いや、これ、止まんのか？止まるな。いや、でもラムがスケをやる。からの、追い目が。メガナイトが大量。これジャンプして、バルキリージャンプして。んなんだキングか？うえい、ナイス。メガナイト。メガナイトの気合がちげえな。数もちげえな。ナイス。いいね。今の試合は高回転のメガナイトがすごい刺さりましたね。まあ、相手によっては高回転マジアチが無双したりとか、高回転ラムが無双したりがあると思うので、さあその辺しっかりね、考えながら。ヒースピで削るよ。エリスピは金起動されたくないんでね、ちょっと出したくないよね。スケドラ。最近ね、めっちゃ流行ってるロイホグデッキがあるんですよね。スケドラマザネクの。ああ、強すぎるだろっていうデッキなんですけど。まあ、それか、まあ、ラバかって感じですよね。おー、いや、スケドラホバーなので、シンプルにラバ掘りとかっすかね。これ、メガナイトで組んじゃおうかな。ああ、組んでいいっすね。さあ、メガナイトマジアチ組んで、対空マジアチしかないので、マジアチ回しましょうかね。多分、バルーンとかなくて、矢の雨の
ラバ掘りみたいな、そんな感じだと思うんですよね。さあ、いや遅れてインド対応か。いやそれはもうされて嫌ですね。本当に嫌ですね、この対応は。いやですが、落ちるなら話は違う。で、ゆっくりしっかり回して、ゆっくりしっかり回してさあ対応していきます。よいしょ、マジか。ちょっと多分相手山雨ディガーなので、ディガー使ったしね、このマジアチャ君がね無双するんですよ。でそこそこに守って、これ左端前めがないとかな。ラムでもいい気がするんだけどな、どっちがいいんだろう、わかんねえから、めがないとでいきます。で多分嫌なのでヒースピ系添えてあげてね、ファイスピも添えてあげてね。いやいいよ、いや、あーいいが、いやマジ檻が強い、檻やね、本当に強い。いやワンチャンこれディガーとか来るのかな。いや来ない。あと20は、まあ、ぶっちゃけスピ系適当に流せばいつか折れると思うんで、こっち折りたいっすよね。で僕はちょっとラムね、今相手施設使ってるんで絶対突進入るんでね。さあでマジックアーチャーを2周か3周か4周か5周か6周ぐらいちょっと回すぐらいの覚悟で、さあであのホバをラムでやりたいっていう、いやなんとも微妙な。さあ、いやいいよ、延命してあげる、奇跡の延命、奇跡の延命が入る。いや延命が入る、いやこれラムな、溶ければな、溶ければマジであの耐えれるっていう耐えれるっていう、相手ヤナアメディガーなんで、オッケー、耐えれるんですよ。相手のディガーは拾わないといけないんですけど、今の俺なら拾えるっすね。えっ、うん、やばい、拾って、んにゃっ、うわい、耐えた、奇跡、奇跡、拾えなかったけどね。いやディガーの位置うますぎやろ、内側ってな。よろしく。いやそろそろ厳しくなってくるぞ。まあ、相手がファイボとか持ってたら、まあマジカチャそんな出さないだったり、マジアチャにファイボ使われてから次のマジアチャを早めに回す、1コス4枚で回してマジアチャ出すと相手はファイボないので、まあ、そのマジアチャで削る、あと端前マジアチャ。いやもうラムデッキなんだけどね、どん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 マジアチャデッキになってくんだよね、俺が使うと。どうしよう。さあ LSP、枯渇ホグ、クロス、ロイジアイ、シネタイロフがあたりかな。一生スピあるよ、俺。一生スピあげるからね。ゴブリンエレスピか。あんま知らねえな、そんなデッキ。いや、どうしようかな。マジックアーチャー結構大事。まあ、エレスピでいいか。で、何も出してこなかったらラムぐらい出して、近畿道されたくないねっていう。ん、ハンター?キョロイとかかな?え、ロイか、普通のロイか、なんか珍しい気がした。ワンチャントリトンが来るっすね。おジャイスね。いやなんか珍しすぎるな、珍しすぎてちょっとついていけないが、いやあのメガゴさ最強なんだよな。いや覚悟、覚悟がいい、覚悟良すぎやろ。偶然ね、偶然にも角度がいい。さあこれまあラム飛ばすだけ飛ばしてね。いやなんならメガナイトの前に行くのが熱くて、よいしょ。いや、しかもメガナイトが延命されてる。え、ナイス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 。さあ、今回メガゴが厄介ですね。ハンターは、まあ、マジックアーチャーで射抜きやすいので、抑えられたとしてもマジアーチャーでね、無理やり削れるんで悪くない。さあ、ゴブリン。ジャイディガーかな?ディガーあんのかな?さあ、削る。削らして。削らしてくれよ、1コスで。よし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 。おいしいおいしいおいしい。で、一旦マジアチャ出して、これ多分ファイブを回ってないのかな、どうなんだろう。さあ、ファイブ打ったら次っすね。この次を僕はね、早く回したい。いや、これさすがに守れるかな。こんなに、端前1コス。OK、これっすね。このマジアチャが強いよねって。で、これに、次相手ファイブ打つってなったら無理やり回さないといけないので、そしたら、もう一回ね、僕の次のマジックアチャ生きるねっていうサイクル。いや、でもジャイムートとこう結構厄介な引いたな、なんか。メガゴ嫌だしね。さあ、で、ファイボ使った。そしたら、この今ね、この下のマジアチャが最強なので、これにメガナイトまた合わせて、みたいな。あれね、ジャイアントを守るためにラム防衛します。
ラムって結構ロイジャイとか、まあ、エレジャイとかにもだし、この防衛が強いんでね、ラム防衛はマジで覚えた方がいいです。よいしょ。しかも相手にこれメガゴンめっちゃ溶かしてると思うんですけど、こんな感じで溶かしてもくれるので、ラムで防衛して、よいしょ、自然とカウンターにもなりますしね。さあこれはファイボ、ユキ、ユキ、ユキ、これマジックアーチャーさ、角度天才ならんか、天才になれないか。さあでファイボが多分あるサイクルの時は高め出してね、あんまタワーと巻き込まれたくないが巻き込まれていく。スイッチコスね、回して、いやなんならもうケツあれしてんだけどな、端前ラムしたかった。さあこれもまた同じで、ラム出しとけばあのジャイアント止まるので、でこのマジックアーチャーまできついのでね。さあで、はい、ここで急いで回してるのはこのマジックアーチャー、このマジックアーチャーで世界を変えたいが、いや待って、なんかメガゴが強すぎる位置にいる、最強ポジ取ってたな。さあいや射抜けるナイスナイス、残る、いやこれ残ったらいきます。で相手はファイボ使いたい、まあ、ファイボ来てもいいでしょ、ユキなんでね、ヒースピ最強なんでね。いや射抜きてーけどマジックアーチャー、いやー、勝て。いや、入る。来た。熱い。なんなら、さらに延命できる。延命できる。延命してきて。いや、これファイブで行かれるな。でも、ファイブで行かれたら、行かれて欲しかったな。メガゴで、射抜けるチャンスだったんだけどな。さあ、これ、ファイブどうしても使わせます。そしたら、僕のマジックアーチャー行けるんだね。ナイス。全然使わんやんけ。さあ、マジアーチャーだけで、なんなら守れそう。ナイス。いや、めっちゃいけるやんけ、マジアーチャー。おいえ、マジかよ。ナイス。マジアチャデッキなんだな。でもラムも攻めにもなりますし、守りながらのね、もしかしたらタワーにも届くかもしれないって、あの防衛ラムが強いので、あれはね、覚え得だと思いますね。いや、思ったよりというか、めっちゃ勝ててる。なんで？奇跡的にね。さあ、よろしく。いや、マジックアーチャー、正解っすね。いいね。マジアチャが強いな。さあ、ISP、FISP。さあ、ケツ工場来た。これはペッカか、まあ、陸のね、神器デッキと呼ばれる、まあ、陸デッキかなと思うんですけど、いやー、これ、ちょっと安っよね。よいしょ。うん。まあ、あれは踏んで、あれ踏んで、いや、踏めない？ちょっと待って、踏むコストがね。踏むコストがないから踏まない。一回踏まない。踏みたかったんだけど、ちょっと踏むコストがないんでね。さあこれちょっと、ああ間に合わんか。でもエレキ裂いてると思うんだよなこれ。そうだから止まらないね。ナイスでかい。さあペッカ工場ですね。もうメガナイトの上位互換ですね。いやーこっからでも全然負けられるっすね。よいしょ。さあゴーストはスケでしっかり囲んでダメージを抑えていきようと、まあ、メガナイトがねペッカに出してもボコなので全然活躍しないけど、逆にメガナイトでペッカ出させて1コス4枚燃えまして、もう一回次のメガナイトで頑張るみたいなのはまあありよりなりっすよね。さあ踏んであげて、踏んだね、ノックバックでマジアチャ側に工場を寄せてちょっとダメージ稼ぎたかったんですけど、これペッカかな。いやゴーストだ。いやヒースピ熱いぞ。ヒースピ熱いが、これもう一個出てくるな。逆サイ行ったとってなんだよ。僕も右サイドやっぱ落としたいんでね。で、エレキがいないと、ラムライダーね、あんま止まんないんですよ。まあ、ペッカぐらいかな。ペッカぐらいなので、ちょっとアイスピスキぐらいでちょっと嫌がらせね。いや、いや、アイスピスキがうまい。うまいぞ、いいぞ。さあ、ラムが入る。あとは1コスで削って、1コスで削ってくれ。ファイスピ飛べ。ファイスピ飛べないか。飛べないファイスピや。ただのスピリットや、お前。ワンチャン当たんないよな、よな。さあ、これは、メガネ組むか。一応組んで、形的にしょぼいんですけど、ファイブいないので、結構これ、ぶっぱタイミングでもあって。いや、ヒースピが、で、本当は正直、ね、右狙ってます。これ、どうにかスピリット通しないなっていう。スピリット通しないなって思ってるんですけど、いや、めっちゃ左は頑張りすぎやろ。マジか。そんな頑張らんでええわ。うん。よし。さ、バレないようにって、まあ、バレるかさすがにこれは。いや、バレねえぞ。で、マジックアーチが回転が、うわ、来た！
ゴースト透明だから、透明なのがね、裏目に。さあナイス、勝ってく、いいね、グッドゲームですね。さあよろしくお願いします。やるぞ、マジでやるぞ。マジやっちゃだな、間違いなく。ハンターの時こんな勝てなかったもん。サスケウッド、まあ、26とかもあるよね。クロスもあるね。いや、26の方がいいかな。クロスはちょっと嫌っすね。26っぽいっすね。顎。ファイボ？はい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 。相手に攻めてきてほしいっすね。おら！覚えとけよ。やっちまうかんな。さあ、まあ、ここめがないと。いやー、ちょっと、めがないとの位置が。まあ、ラムつけて、大砲に。まあ、メガネと大砲に飛んでからが理想ですけどね。延命されちゃうかな。いや、いい。これ壊れるから、このラムがね、相手防衛しにくいぞ。いや、金起動をしようとするものの、いや、しっかり成功していく。うまいね。ですが、結構ダメージ入ってほしいな。もう一発続く。まあまあのダメージですね。まあ、金起動はしょうがないですね。される運命。そういうものですからね。さあ、これは逆サイド来たので、これ僕からしたら正直もう、1-0 プラン。だからな。いや、いた！入りすぎだな。いや、ヒースピナイス。あれだ、元気だな。俺、くれ。トロフィーバージョン、くれ。ラム防衛、ちょっとしたいよね。あれ、これ来たら、いらないけど。さあ、マスク高めでやってくるかな、これ。そうっすね。余裕があるとね、相手もスタンプ送ってきますけど、もうそろスタンプ来なくなりますね。よいしょ。で、1コスでカバーして、完封っすね。大砲使ってほしいな。相手あれ、許容するのか。いや、うまいっすね、許容が。許容がうまい。うん。よいしょ。さあ、ラム。踏んであげて、まあこれは大砲とかでいろいろ行かれるんですけど、相手のダメージが入らないっていうのは結構大事なんでね。よいしょ。僕のダメージも入ってないですけど、相手のダメージが入ってないっていうことが大事。さあ、そしてちょっと1コス回して、ホグ？いや、来ねえか。いや、来るんかい。さあ、踏んで、相手もそろそろね、スタンプ押せなくなってきますから、あれ？どうしようどうしようって今考えてるんでね。さあ、ですが問題は俺の攻め通んないんでね、これ。マジ通んないんで、ね。事故るぐらい。うん。でも事故るっすよね、やっぱメガナイトって。さあ、マジックアーチャーこれね、入るのでか。さあ、1コス。よいしょ。こっちメガナイト踏んであげてね。いや、いいね。いや、いい。流れはマジでめちゃくちゃいい。めちゃくちゃ相手もね、もう正直、あ、俺、くれ、大砲置きにくいぞ。大砲置きにくいぞ。置きにくいが、正面、あー、マジかよ、マジかよ、防衛してくれよ。おい、黙らないでくれよ、黙らないでくれよ、グッドゲームだ、ありがとう。はい、メガラムね、めっちゃ勝てましたね。びっくりした、こんな勝てると思ってなかった。マジやっちゃ方ですね。はい、皆さんこのね、メガラム、よければ。強いわけではないですけどね。ぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。